今ご紹介に預かりました神学部の小原です。今日はですね私が普段考えていることを あれこれ、1時間ちょっとぐらい話したいと思うんですけども、なかなか限られた時間で全て話すことはできないかもしれませんけども、少しですねその理解を助けるために、若干丁寧めにレジュメの方を作りました。で、これに沿って、いきたいんですが、しかし、あんまりねこう下をずっと見てるのも退屈になりますので、基本的にはこの前の方を見ていただければですね、で適宜、プリントの方を見てくださいというふうに申し上げると思います。で、今日のですね講演用紙はそこに書いておきました。これはチラシに書いているもの と、同じものなんですけれども、どのようなことを話すかということを最初にですねざっと見ておきたいと思います。まず、今日のですね一つのテーマは暴力であるとか、あるいは心と体っていうですねそういう問題を取り扱っていくんですけども、そもそもですね歴史的な起源においてそのことがどう扱われていたのかということを最初に考えてみたいと思います。そしてそこからですね途中の歴史的なプロセスは一気に飛び越えて現代、私たちが生きているこの21世紀において暴力という問題がですねどういう形で減少化しているのか、日本においてもですねその世界においてもいろんな形でやっぱり暴力が問題になっていますけども、それがどういう形で起こっているのかということをですね見ていきたいと思います。そして現代における暴力というのを今日はですね科学、政治、宗教という角度から見ていくんですけども、それがですねそもそもそういう形で分かれていった歴史的な起源を近代以降のですね歴史の中に位置づけたいと思うんですけども、その時に使う一つのキーワードが世俗化、世俗主義という、問題です。でですねこれはどちらかというと、ヨーロッパにおけるですね、暴力抑制のための知恵なんですけれども、それがですねじゃあ日本の場合にはどうなのかということを、次にですね、お話をしたいと思います。日本においてもやはり人間の暴力性ということについて の理解というのは認識はあったんですけども、そのことをですね、少し短めにお話をして、そして最後ですね、21世紀的、課題の展望ということで、最後まとめに入っていきたいと思います。でまず起源的考察ということなんですけれども、心と体のですね、文化と身体一体性ということです。で、心と体っていうことは今はですね、もちろん当たり前のように使う言葉なんですけれども、やはり、かなり人類のですね、古い時代から、このことっていうのはやっぱ意識されていました。それをどう呼ぶかは別にしてもですね、人間が死んだ時に、死んだらですねそのままではないわけですよ。動物は死んだ場所がまさに死に場所です。誰もですね別のところに動かしてくれないですね。ところが、人はですねかなり早い段階で、これはもう考古学的に言うともう10万年ぐらい前からですねその裏付けがあるんですけれども、特定の場所にですねやっぱり収める、あるいはさらに時代がですね、経つと、特別の方法で、葬送する、日本でも古墳時代とかですね、それ以前も屈葬とかですね、いろんなこの形で身体のこの納め方がありますけれども、やはり、死者に対してですね、それをただそこに放置する、死んだからもうおしまいだっていうのではなくてですね、特別な形でやっぱり葬るということを考えていました。それはですね、一つはですね、人が死んだ時にこの世でもうそれで終わってしまうんではなくてですね、何か死者がどっか行く先があるんじゃないか、そういうことを漠然と考えてたんですね。ですからこの世とあの世をつなぐですね、さまざまなシンボリズムがやはりかなり早い段階からですね生まれています。ここに挙げている写真はそのごく一部なんですけれども、何か人間を超えたですね力や世界というものがあるに違いない。そして、死者がですね死んだらおしまい、物質的にですね土に帰っておしまいではなくって、その死者をですねどうやっぱり丁重に、弔うか。ということをですね、やっぱ関心を持ってきました。これは少し角度を変えて言い換えるならば、死者をですね、丁重に弔わなければ、何か悪い影響をですね、受ける。そういうことを恐れたわけですよね。でこういうですね考え方は、もう古今東西ですね問わず、広く見られます。死者から影響を受けるということですね。で、実際にこの世とあの世っていうことをですね、つなぐ作法、あるいはつなぐ人物としてシャーマニズムやシャーマンというですね、存在が
やはりどの世界にもいるんですけれども、例えば日本でいうとですね、まあ、特にこれ京都が関係があるんですけども、御陵信仰はですね、その典型的なものです。皆さんはその北野天満宮の菅原道真がですね、どうやってあそこに葬られたのか、祀られたのかということは、ご存知だと思いますけども、太宰府に左遷されてですね、まあ、恨みを残して、死んだ行った道真が京都にですね、様々な、災厄をですね、もたらしたというふうに当時の人々は考えたわけですよ。そしてその荒ぶる道真の魂をですね、こう少しでも、沈めようということで北野天満宮がこれできました。これは御陵信仰の典型的な例ですね。荒ぶる魂をいかに収めるかという知恵です。そして、もう一つ例を挙げるならば、夏のですね、京都のもう風物詩になっていますけども、祇園祭り、これもですね、まさに御陵信仰と非常に深い関係が、あります。この祇園祭りのですね、起源についてはもうよく知られているところですけども、869年、9世紀の頃ですけども、京都にですね、都があった時に、当時夏にですね、疫病がやっぱり流行るわけです。そして、当時は医学がそれほど発達していませんから、一旦疫病が流行るともうたくさんの人がですね、もうバタバタと倒れていく。で、なぜですね、こんなにたくさんの人が死ぬのか、疫病がですね、流行るのかということを、人々が当時考えた時にですね、そして占いをするわけです。すると、これはですね、五頭天王というですね、神様の、祟りだということがですね、当時分かってですね、その五頭天王の怒りを収めようということで、御陵会というのが、始まった。これが、祇園社というところでですね、当時始まって、後に明治時代のですね、廃仏毀釈の中で、祇園社は八坂神社というふうに名前を改めていきますけれども、しかしいずれにしてもですね、そういう神様の怒りを収めるために、御陵会をし、そしてそれがですね、後の祇園祭りへとつながっていくわけです。ですから、日本の場合にはですね、死者だけではありません。死者であったり、神々であったりですね、それから動物の霊もですね、やはり恐れるわけなんですね。そういう形で、何かですね、体が死んでおしまいではなくって、何か心のようなものがある。そして特に、荒ぶる心に対してはですね、慎重な取り扱いをしたわけです。で、そういうですね、いわばかなり古代の時代からのいわば文化と同時に、しかしですね、一体的な扱い方がされていたことも事実です。これはもうほとんど例外なくですね、全ての宗教において、宗教がですね、心の問題だけを扱うなんてことはまずありません。心と体をですね、もう一緒に救うことが、これ宗教っていうかな、原初的なですね、信仰の使命だったんですね。キリスト教の場合でですね、一例を挙げると、そのイエスがですね、体の悪い人にですね、対して、あなたの罪は許されたというふうにですね、言った瞬間に、長く歩けなかった人が立ち上がって歩き出したりとかですね、そういう奇跡物語がたくさんあるんですね。別にあなたの罪は許されたという宗教的な心の問題と、体を癒すっていうことがですね、別々には分かれていません。それもほぼ同時のことです。で、こういうですね、伝統というものは多くの宗教の中に見られます。今の時代から見ればそれは奇跡ということでですね、何か信じられないような印象を受けるかもしれませんけど、問題にしたいのはですね、奇跡を信じるか信じないかではなくって、かなりですね、長い間、心と体っていうのはですね、一体的なものとして、救いや癒しの対象に、なってきたということです。で、宗教とですね、暴力の根源的な関係について考えていきたいんですけども、暴力とは何かということです。で、これはもちろんいろんなですね、定義の仕方が可能なんですけども、最もですね、広い解釈をするならば、それはですね、自分の意に反して力を及ぼされること、これをですね、差し当たり暴力と言っていいと思うんですね。これ最も広い意味ですよ。もっと厳密に考えればですね、いくらようにも定義したり分類することはできますけども、そのようにですね、理解していいと思います。ですから、例えば死者がですね、今生きている人間に影響を及ぼすかもしれないということは、やっぱりあの世からの暴力なんですよね。ですから、この世界においてそういう暴力に対して、望まないですね、力の影響に対してどうそれをですね、収めていくかっていうことが、宗教にとっては大事な問題になりました。
で、そのですね、こういう定義の仕方が決して私だけが言っているわけではないということの一例として、ヘント・デブリーズというですね、人の、引用を少し挙げておきましたけれども、彼もですね、非常に広い定義の仕方をします、そこにまあ書いていますので後で読んでいただきたいと思うんですが、宗教なき暴力はないし暴力なき宗教もないのであるというですね、これちょっと、この言葉を深めるには今日はちょっと時間が足りませんけども、そこまで言うぐらいにですね、宗教と暴力というのはですね、かなり根源的なつながりを持っているということです。で、これはですね、キリスト教例にして、少し説明をしてみたいんですが、聖書の中にはですね、結構過激な言葉があります、イエスはですね、弟子たちに対してもちろん平和の必要性、またそれ暴力を用いない必要性ということをですね、語っているんですが、それだけではないんですね、皆さんのお手元の資料には2箇所挙げておきましたけれども、1つですね、マタイによる福音書は、私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない、平和ではなく剣をもたらすために来たのだというですね、かなりドキッとするような言葉がありますし、それからルカによる福音書、ここにはですね、もし誰かが私のもとに来るとしても、父母妻子供兄弟姉妹をさらに自分の命であろうともこれを憎まないなら私の弟子ではありえないという形で、いわゆる自分が置かれているですね、日常的な生活や日常的な秩序を積極的に否定することをまさに求めているんですよね。それを否定して私のもとに来なさいというですね、これはかなりやっぱり根源的なですね、イエスの問いかけです。これもですね、広い意味で言うならばやっぱりある種の暴力でしょう。これもちろん単純なですね、力の行使としての暴力とは区別して考えなければなりませんが、既存の秩序に対して、徹底してですね、異議申し立てをしていく、あるいはそれを超えたものをですね、求めていくという点で、非常にラディカルなですね、根源的暴力性というものがここにはあります。で、それにですね、関連して、ちょっと表現としては難しいんですけども、スラボイ・ジジェクというですね、人の引用を、そこに載せておきました。まさにここで引用されていることをですね、ジジェクはこういうふうに言い換えるわけです。自分たちが生まれ落ちた有機的共同体から、絶縁する、アンプラグするように我々に命じるのは、愛そのものなのである。つまり生まれ落ちたですね、あたかもその母親の子宮にいるかのような、そういう世界からですね、無理やりこう引き離すような力、それがですね、アガペの本質なんだというふうに、ジジェクは、語ります。これは、聖書を読むとですね、これは頷ける箇所がたくさん、あるんですけども、私が言いたいのはこのことはですね、キリスト教だけではありません。ほとんどの世界宗教といわれる長い歴史を持っている宗教にはですね、多かれ少なかれこういう性格があります。ですから、社会の中、既存の社会秩序の中に飲み込まれることなくですね、それをむしろ変えていく、あるいはその当時の秩序が、社会秩序が持っていなかったような新しいですね、秩序を、提供するですね、力になっていったわけです。そういうですね、根源的な広い意味での暴力性というものをですね、持たなくしては、全て、今ある秩序の中にですね、飲み込まれていくだけですね。で、ここでですね、もう一度整理しておきたいのは、宗教の、中に、宗教はですね、先ほど言いましたように死者であったり神々であったり動物霊であったり、それから、自然災害、疫病等々ですね、いろんなやっぱり力の影響を人間が受ける、まさに暴力的なですね、影響力から人をですね、解放していく、そういうですね、儀礼や信仰をですね、作ってきたわけです。ですから、これはまさにですね、そういう自然の中に、この世にある、あるいはこの世だけではなくてですね、あの世からも及ぼされる暴力的影響力から人を解放し、人をですね、癒していく力であると。これは一方で言うことができます。しかし、この面だけではなくてですね、同時に宗教にはそういうふうな暴力性に立ち向かっていくだけのですね、内部的な暴力性、これはもちろん意味がだいぶ違いますよ。このことをですね、区別しておく必要があるんですけども、内部にあるですね、そういうやっぱ力、ダイナミズムというものもですね、存在していく、そういうですね、宗教と暴力の、両義性ということをですね、やはり考えていく必要があると思います。これは、これからお話しする上でのですね、一つの前提になります。で、時代をですね、一気に超えて現代に目を移したいんですけれども、
しばしばやっぱり問題になるのはですね、宗教は暴力を助長しているのか、こういう問いかけがですね、非常に一般的になされるようになりました。これは特に 9.11 以降の、時代においてですね、これはもう本当に世界で広くこのことが、話題になって、います。でつまり 9.11 の以前と以降とでですね、宗教と暴力の結びつけるこう感覚というのがやっぱ変わってくるわけです。で今のですね、9.11 だけではなくてその後の、アフガニスタンの状況あるいはそのイラクの状況、そういったことをですね、考えてみても宗教が、結局その暴力をですね誘発するある種エネルギー源になってるんじゃないか、宗教がそういうですね、人々を焚きつけ、テロを起こしたりとかするですね、原因になってるんじゃないか、こういうですね、問いかけっていうのが出てくるわけです。ただ、私たちのですね、日本社会を見るならば、この問題はですね、少し、先取りされています。何によってかというと1995年、オウム真理教が起こしたですね、地下鉄サリン事件、これは皆さんのご記憶にあると思うんですけども、宗教というですね、人の内面の事柄を扱うべきものがですね、非常に反社会的な力として、牙をむき出した。そして、多くの人のですね、命を殺めた。そういうですね、やっぱ1995年以降日本の中では、宗教と暴力という問題がですね、やっぱ今に至るまで大きなテーマとなっています。そういう日本の文脈と、世界の文脈というのはですね、ある種こう連動しながら現代に至っています。でそこでですね、これ以降の時代の中で多くの宗教家たちがこの問題にやはり取り組んできました。そして、京都はですね、その中心地の一つです。比叡山宗教サミットがあったり、WCRP と言われるですね、その世界、宗教者平和会議とかですね、平和のために宗教者は何かしようということが、たくさんの宗教指導者たちがですね、この京都に集まるわけです。そして、比叡山のお山の上であったり、京都国際会議場にですね、各世界の各地から、宗教指導者たちが集まって平和のためのメッセージを出します。これはですね、とっても尊いことだと思います。ところが私はですね、そこに何度もですね、何度かこう参加しながらいつもですね、違和感を覚えてきました。何かというと、そこで出されるメッセージというのはですね、今世界の中でテロリストたちがですね、宗教の名を語ってどんどん暴力をやってると。しかし奴らはあくまでも、例外であって、宗教というのは本来平和的なものですよということをですね、必死でアピールするわけです。例外的なですね、人たち、それをですね、除外して自分たちは平和のために、宗教ですね、の活動していく、そういうですね、いわば二分法的な分け方ですね、ごく一部の、極端なですね、暴力主義者たちは、いわば外部の存在として、退けていく、暴力を外部化していくわけです。そして自分たちは平和なですね、平和を求める宗教である、こういうですね、言い方っていうのは非常に分かりやすい、特にテロリストたちをですね、例外視していく、これ分かりやすいんですけども、聞けば聞くほどですね、私の中にはもう疑問がですね、大きくやっぱり、なってくるわけですね。そうではない、先ほど、示しましたように宗教そのものの中にあるですね、やっぱり根源的な暴力性、それがですね、どうやっぱり減少化していくのかということのところまでやっぱ引き受けていかなければ、単にですね、暴力の問題をごく一部の人の例外事項として切り捨てていくだけでは、今あるですね、問題を根本的に解決することはできません。これはもう臭いものに蓋をするのと一緒ですね。臭いものに蓋をするか、もう暴力的にですね、殲滅するか、もうタリバンの上にですね、雨あられのようにその爆弾を落としてですね、そしてとにかく根絶やしにしてしまえとですね、そういう非常な単純なですね、発想になってしまいかねないわけです。ですからむしろそこで宗教家がですね、あるいは宗教研究者が真摯に問うべきなのは、宗教が持っているやっぱ根源的な暴力性、それをやっぱ引き受けた上で、今のですね、時代の暴力の問題、さまざまな形で減少化している暴力の問題をですね、やっぱ考えていく必要があるだろうということです。でこのですね、例外扱いする、あるいは例外という言葉を聞くと、私がですね、いつもこう思い浮かぶ言葉があります。これはすごく有名な言葉なんですけども、ドイツの政治哲学者でですね、カール・シュミットという人がいます。彼は、ナチス にですね、非常に大きな思想的影響を与えた人物として、まあ、端的に言えば悪名高い、
政治学者なんですけども、しかし彼の言葉はね、ある意味でなかなか説得力があります。1933年政治神学という書物のですね、冒頭部分で、主権者とは例外状態に関して決断を下すものであるっていうですね、言葉をこれ記しています。でつまり、当時のドイツはですね、第一次世界大戦で負けてベルサイユ条約をですね、引き受けてですね、経済も社会生活もですね、疲弊している状況です。でいわばまさに例外状態ですよ。しかしドイツはですね、当時最も民主的と言われたワイマール憲法を持っていながら、同時にその民主的な作法を踏みながらですね、ナチズムを生み出していきます。その、つまり国がですね、徹底的に追い詰められている状態、例外状態では民主的にことをしようなんていうことはですね、ナンセンスであって、むしろより正しい理念に従ってそれができるですね、政治指導者のもとでですね、決断を下していくべきだと。すなわちここでいう主権者っていうのはですね、ですからナチズムの文脈の中ではヒトラーになっていくわけですけども、国民がどうこうではなくてですね、例外状況の中では、特別な権威がですね、その行為を決定していいのだっていうですね、そういう政治哲学、政治思想を、シュミットは、打ち出しました。これはいつの時代でもですね、起こりうる事態ですね。非常事態宣言ということがですね、一度発動されるともう何でもありです。基本的にこれはどの国でも一緒なんですけども、例外状態に関してはですね、普段の秩序が働かなくなります。そしてこの例外状態っていうものがですね、しばしば宗教的政治的な善悪の闘争の要因となることがあります。例えばタリバーンにしろですね、今テロリストと呼ばれている人たちからするならば、自分たちのですね、置かれている状況というのはもうまさに切羽詰まった例外的な状況ですね。ですから特別な権威、アラーであれ何であれですね、特別な権威のもとに、場合によっては暴力をも辞さない、そういったことがですね、起こることになります。あるいはこれは政治的なこと、宗教的なことだけではなくてですね、政治的な善悪闘争をですね、引き起こすこともあります。典型的なのはですね、冷戦時代米ソの対立がそうでした。レーガンの時代にですね、こういったフレーズがよく使われたんですけども、アメリカとソ連の戦いというのはですね、単に大国と大国のですね、ディプロマティックな戦いではないんですね。それは善と悪の戦いなんですよ。善の側が勝たなければこの世界そのものが滅びかねないようなですね、善悪の戦いとして当時レーガンはですね、その冷戦を、捉えたわけです。ですから、ソ連のことをですね、イービルエンパイア、悪の帝国っていうふうにですね、これまさにスターウォーズ的な発想ですけども、そういうやっぱ呼び方をしたんですね。ですからこの問題というのは、そういう冷戦とかですね、核の緊張が高まるという例外状況の中では、こういった善悪の闘争という枠組みがですね、政治的なレベルでも宗教的なレベルでも、起こりやすく、なります。で、ここでですね、現代特に心と体という問題を考えるときに、非常に目立ったですね、事件がいくつかあります。この、資料の方にはお手元の資料の方にはですね、少し丁寧に、書いておきましたが、ちょっとこれ全部やるとですね、時間がありませんので、ちょっとポイントだけですね、指摘をしていきたいと思います。まさにこの身体をめぐる争いなんですね。心と身体をですね、どう関係づけるかっていう争いがですね、今起こっています。アメリカでは、これ長くですね、中絶同性愛をめぐる論争というものが、ありました。そして、特に、今年になってから大きな問題になっているのが、公立学校でですね、日本だけじゃなくていじめの問題というのはどこでもあるんですけども、アメリカで、同性愛をですね、のことが、カミングアウトした学生が、それをなんていうかな、揶揄したり、いじめたりすることを苦にして、自殺する例っていうのがですね、やっぱり何件かこう続いたんですね。それで、この問題に対してもっとですね、同性愛のことを学校でですね、きちんと教えなさいっていうですね、リベラル派からの介入がありました。ところがそれに対して、いや、同性愛を学校でですね、教えるようなことをすると結果的にそれを容認することになるんだから、そういうことをですね、してはいけないというキリスト教保守派からのですね、反論が出てくるわけですよ。この構図わかりますよね。するとこれをですね、放置していくとどうなるかっていうと、いわばリベラル派と、保守派とがですね、まさに学
行をバトルグラウンドにしてですね、同性をどう扱うかっていうですね、戦い、新たな戦いを引き起こしてしまいます。まさにこれ文化戦争です。かつて、公立学校がですね、まあ、今も若干続いてますけども、進化論論争のですね、バトルグラウンドになったんですね。進化論を学校でですね、教えるべきかどうか、これと同じことをですね、繰り返しかねないぐらいに、同性愛の問題というのは単純に政治的なですね、そのアジェンダというかその議題ではなだけではなくてですね、今公立学校の中でもですね、問題として、取り上げられています。それからちょっと極端な例を一つ挙げておきましたけども、ウガンダではですね、今同性愛禁止法がのかあの可決が審議されていまして、これはもうもしこれがですね成立したら、同性愛者であるということが分かればですね、最悪終身刑や死刑にまで なるというですね、まあ、こういうことを考えている国も、中にはあります。もちろんこれはさまざまな人権団体からのですね、非常に厳しい批判が、浴びせられていますので、どうなるかは分かりませんけども、こういう世界もあるということですね。それから、カトリックではですね、この世紀が変わってから、この性的虐待の問題がもう、まあ、アメリカをですね、一つの起点としながらもう世界中にですね、広がっていって、今はですね、まだ収拾がつかないような、状況に、あります。これもまさに体をめぐるですね、大きな問題です。そして、まあ、今日のですね、テーマと関連するならば、まあ、最も、まあ、その関係性が深いことの例の一つがですね、フランスにおける、ヴェール禁止法の問題です。これは2004年にすでにですね、学校などでヴェール、女子の、イスラムのですね、女生徒がヴェールをかぶることはもうダメだっていうふうに言われてるんですけども、そのヴェールだけではなくって、こういったですね、写真にあるように目のところだけ見えるですね、ブルカというですね、ものをもう公の場所で着てはいけない、そのブルカ禁止法が、今年ですね、可決されました。9月です。そして翌月10月にですね、ビンラディンと思われるテープがですね、世界中で出回ったんですけども、アルジャジーラからですね、それが発信されて、このですね、ビンラディンが、フランスにおける、そのブルカ禁止法をですね、非常に厳しく批判するわけです。それは、宗教の自由をですね、侵害するものであると、それを撤回せよということでですね、非常に厳しい、警告を投げかけて、まあ、フランスの中でですね、緊張感がぐっとこう高まったんですけども、まさにですね、この身体をめぐる争い、まさに何をかぶるかということはですね、身体の作法の問題ですけども、それをめぐって単にですね、暴力的な論争が起こるだけではなくって、まさにそれが暴力そのものをですね、生み出す土壌にも、まあ、なる場合があるということです。それからシリアでも同じようにですね、ニカブ禁止法がありましたし、それから、トルコではですね、今年の9月、まあ、長くトルコはですね、建国以来、世俗主義ということを、まあ、国是としてきたんですけども、それがですね、あまりにも厳しすぎるということで、今のですね、まあ、宗教政党が中心になって、運動を起こして、世俗主義をですね、緩和する要素を含んだ憲法改正案が、国民投票により、可決をされました。トルコはですね、言うまでもなく国民の大半がイスラム教徒です。ところがこの世俗主義というものがあるために、イスラムのですね、女性徒がですね、例えば学校とか公の機関でこのヒジャーブなどのこのなんていうかな、被り物をすることがやっぱ禁止されてるんですね。でそれはやっぱおかしいということで、その揺り動なんていうかな、反動のようなものが今回現れたわけです。まだこのことは、変わっていませんけども、まあ、変わるですね、一つのきっかけが、今年ありました。ですから、まあ、このですね、数年の出来事、あるいは今年の出来事を見るだけでもですね、まさにその体や体に関わる作法ですね、そのことをめぐってさまざまな、議論やですね、まあ、論争が、世界で起こっているということが、垣間見えるかと思います。で、ここでですね、何が問題になっているのか、心とですね、体の問題、これはヨーロッパではですね、心であなたがどう思ってるかっていうことはですね、自分の中で留める限りにおいては何を考えてもいいわけですよ。どういう人を愛そうがですね、あるいはどういうことを信じようが、それは構わないと。しかしそれをですね、公の場に持ち出さないでくださいよということで、伝統的に考えられてきたのがこれ政教分離の原則です。こういうですね、ややこしいものをですね、政治の場とかですね、公の場、例えば学校とかですね、そういうところに持ち込まないでください。これはしばらくですね、うまく機能していました。ところが今ですね、まさに例で挙げた、ことはですね、すべて
このことだけではですね、人間満足できないということです。すなわち今自分が考えていること、誰を愛したいとかですね、何を信じたいかということを自分の心の内に留めるだけではなくって、それをですね、具体的に表していきたい。自分の信仰の表現として、例えばベールをかぶりたいとかですね、自分の性的指向性というものをですね、ちゃんとカミングアウトしたい、そういうですね、こととして今現象化しています。ですから、従来のですね、性教分離は確かに一つの有効性を持っていますけども、それだけで問題を整理しきれない時代に、すでに私たちはですね、入っているということです。で、そういうですね、問題、まさに今お話しました政教分離というものが生み出された背景ですね、それを世俗化世俗主義という言葉に、求めていきたいと思います。で、世俗化世俗主義の問題はですね、これはこれだけですごく大きなテーマでして、私もそういうですね、事業を持ってるんですけども、この問題だけで実際には何時間もやっぱ使わないといけないぐらいに、非常に大きなテーマです。ですから今日その全てをですね、お話しすることにはできないんですけれども、一つですね、今回のテーマとの関係で言うならば、倫理的要請としての世俗主義という側面です。で、端的に言うならばですね、人間が持っている、暴力性とか残虐性というものを放置しないで、むしろそれをですね、うまくコントロールしたり抑制する、知恵として、あるいはそのまさに要請としてですね、世俗主義というものが生まれてきました。ここでは、タラル・アサドというですね、人の、本の一節をですね、引用にも置いておきましたけども、世俗主義の主たる動機の一つとして、従来あまりにもしばしば宗教が焚きつけ、正当化してきた残虐性に終止符を打ちたいとの願望があったことは明白である、これはもちろんヨーロッパの文脈を前提にはしています。つまり宗教改革が起こって以降ですね、プロテスタントとカトリックの対立、これは何を信じるかということだけにですね、とどまらなかったんですね。教皇の権威をですね、認めるのか認めないのか、聖書をですね、どう理解するのかしないのかっていうことにとどまらないで、実際にはですね、当時の、両方君主とありますけど、地方のですね、その支配者たちを巻き込む形で、テリトリーのですね、やっぱ争いへとこう変わって、いきます。そして後にですね、30年戦争と言われる、ドイツを中心としてヨーロッパのですね、多くの国土を、こうなんていうかな、疲弊させるような、悲劇をもですね、生み出していくわけです。でそこでですね、ヨーロッパの人たちが、何十年もかけてたどり着いた、結論の一つが、そういう何を信じてるのか考えてるのかっていうことの違いでお互いの命を奪ったりとかですね、攻撃しちゃうようなことはもうやめておこうと、そういう中でですね、徐々に、それぞれの国にふさわしい形で、政教分離のですね、原則が、立てられていくことになります。政治的なレベルではこれは、ウェストファリア条約というふうに言うんですけども、一つのですね、国、その国の支配者が、その、国とか社会のですね、宗教を決める一対一対応でですね、決めていかないとこれまた分裂していきますので、そういうですね、主権という考え方が、この時代以降生まれています。近代主権国家のですね、成立と世俗化世俗主義っていうことは非常に強く結びついてるんですけども、そういう意味でですね、世俗主義っていうのは人間の暴力性をですね、少し可能な限りですね、抑制するための知恵として生み出されてきました。ところがこれにはですね、さまざまな副産物がありました。その一つがまさに今日テーマにしてるですね、心と体の二極分化です。心の問題、あなたが何を信じようが、あなたの心の内にしまっている限りはですね、どんな荒唐無稽なことを信じていただいても結構です。それはですね、宗教の領域にお任せするんですね。しかし、そのことはですね、外には持ち出さない。あなたの体はですね、公共的な政治に属し、そして、あなたの社会における判断というのはよりですね、理性的な合理的な、さらに言うならば、科学的なですね、枠組みの中で、きちんと考えてくださいということで、心と体がですね、それぞれ、宗教と政治や科学のですね、領域へと、そのいわば、分割されていくことになるわけです。
で、こういうですね、そもそも、世俗化というのは、人間の暴力性や残虐性を抑える役割をしたんですけども、それによって暴力そのものがですね根絶できたのかというと、近代以降の歴史を見ればですね、それ明らかですね、答えは。それによって暴力のコントロールは多少できたかもしれないけど、暴力そのものはですねなくならない、なくならないどころかよりですねそれが規模が大きくなり、また、現象のですね形態も多様化していきます。政治もちろんですね、内部におけるですね、暴力を可能な限り、抑制することを使命としているわけですけども、暴力というものはですね近代国家の中では国家によって一元的に支配されることになります。これは、誰もがですね、適当にその暴力集団があると、これ国家の存立に関わりますので、例えば軍隊とかですね警察というものは国家が一元的に管理していくわけです。それ以外の武力はですね認めないわけですね。ですから私たちは日本はですね平和な社会だっていうふうに言います。確かにそうだと思いますけども、これはですね私たちの平和っていうのは勝手に成り立ってるわけではなくてですね、やっぱり警察っていう、いざっていう時にはですね非常に強い力を行使できる存在があるから、この平和が成り立ってるというふうに言うこともできますね。国家が軍事力も警察力もですね管理する、一元的に管理するっていうのがですね、これは近代以降の暴力のあり方です。ですからさまざまなですね形態の暴力のことを考えますけれども、暴力による死傷者、犠牲者がですね最も多く生み出されているのはもちろん国家的暴力の結果です。圧倒的に。それと比べるならば宗教的な暴力が仮にあったとしてもですね、それもごくごく足りないものですね。ですから私たちはその点をですね、見過ごすわけにはいかないと思います。しかしこれを前提にした上で近代国民国家というものは成り立っています。日本も例外ではありません。それから科学がですね、これは啓蒙主義、科学もですね以前は科学という形でもちろん独立はしていません。ニュートンがですね近代科学の父として知られていますけれども、ニュートンの時代にはですねもう神学と科学っていうのはまだ未分化のような状況ですね。ニュートンはですね万有引力の法則を見つけながらですね、同時にこの世界のですね運命を導くですね法則を、ヨハネの黙示録の中にですね見出していこうというふうにして聖書研究を一生懸命するんですね。彼の中には宗教的なリソースと科学的なリソースというのはですね全く等価なものとして、存在していました。しかし後に、ニュートン以降のですね科学革命の中で、宗教が、科学がですね宗教の領域から独立していきます。でその中でですね、特に19世紀以降、科学はですね、物理学などを中心にして自然界からのエネルギーの抽出をですね、主な目的にしていくわけです。どういうですねメカニズムによって、例えば核と核がですね分裂した時に、この莫大なエネルギーが生み出されるですねメカニズムは一体何なのか、こういうことをですね、量子力学のような、研究者たちがですね、20世紀の初頭に見出していくわけです。で、それが、後に核エネルギーをですね、生み出していくわけなんですけども、自然界の中からですね、さまざまなエネルギー、これは今の石油エネルギーもそうですけども、そういうものをですね、抽出して、エネルギーをこう、人間のためのですね、エネルギーとして利用していく。しかし、これは、人間に対する利便性を与えるだけではなくてですね、様々なまさにその暴力的な利用のためにもですね、使われてきたことはもう言うまでもありません。それから、20世紀のですね、初頭の、にはですね、優生学という学問が非常に発達しました。これは、生命の序列化をですね、これは語るわけなんですけども、今から考えれば偽科学っていうかな、そういう面を持っているんですけども、当時優生学とか優生思想というのはですね最先端の科学なんですね。人間にはですね、人間はみんな平等じゃないってわけですよ。遺伝学的に見るならば、優れた人間と劣った人間がいる。そして優れた人間と劣った人間がいるようにですね、優れた社会、優れた国家、優れた文明というものがあるはずだということで、より優れた人間が劣った人間を統治する、より優れた国家が劣った国家を統治することによって人類というものはですね、進化していくことができるんだというふうに考えられた時代がありました。生命は必ずしも平等ではないと、そういうことをですね、非常に科学的な装いを持って、語って
られた時代があります。宗教はですね、近代の歴史の中では、これは多くの場合、国家とですね、もちろん対決する場合も場面もあったんですけども、大雑把に言うならば、国家秩序をですね、正当化するために用いられてきました。日本の例をですね、出すまでも、ありませんけども、これは非常に大きな、問題ですね。で、これは、科学もですね、同様の問題を、追っていくことになります。本来科学はですね、国家が持つ、なんていうか、もし、非合理的なですね、選択をするならば最も厳しくですね、それを批判していいものなんですけども、実際にはですね、近代国民国家が発展していく中で、科学もですね、国家のための科学っていうですね、位置づけを与えられていきます。国益のための科学ですね、その感覚っていうのは今ももちろん強くあります。最もですね、そういう国境を越えたコスモポリタン的な価値観を持つものが科学であるはずなんですけども、科学立国とかですね、科学立国日本とかですね、そういう形でもう全てをですね、国益に還元していくような発想っていうのはもうこの19世紀20世紀の初頭から現代に至るまで、多かれ少なかれ続いています。で、そういうですね、世俗主義というものが、一定の有効力を持ったことは間違いないんですけども、それがですね、全ての解決を問題のですね、解決をしたわけではありませんでした。宗教の倫理化というですね、ことをここでは挙げておきたいんですけども、19世紀から20世紀にかけてですね、これ思想界の一つの思想のトレンドとして、その奇跡とかですね、超越的なことへの信仰ということはもはや現代人には理解できないと。だからより現代人に理解しやすいように、あるいは理解できる部分だけをですね、受け止めていこうということで、例えばイエスという人はですね、奇跡を起こしたメシア的な預言者ではなくって、人類がですね、従っていくべき道徳的な教師だと、あのようなですね、隣人を愛しなさいというですね、そういう道徳律、イエスが、差し出した、道徳をですね、きちんと守っていけばみんな人間ですね、良くなっていく、より良い社会をですね、生み出すことができるということで、良き道徳的教師としてイエスを見ていく、こういうですね、いわば宗教の道徳か倫理かっていうことがですね、これは、ヨーロッパ、アメリカにおいても、そして、日本においてもですね、同様のことが進んでいきます。その意味ではですね、宗教が持ついわばマグマ的な部分、なんていうかな、その絵も、なんていうかな、その、抑えきれないようなですね、そういう部分をうまくこう倫理道徳の中に、の鋳型にですね、流し込んだかに見えたんですけども、国民道徳化したですね、宗教というものは実際に近代的な暴力や戦争を抑止し得たのかというとですね、残念ながらそうではありませんでした。むしろ、そういう国民道徳化した宗教が、国家秩序をですね、こう支えていく、あるいはそれをですね、積極的に正当化していくという方向に、走っていったということを考えるならば、世俗主義というものがですね、これは宗教が倫理化していくということは一つの世俗主義の帰結なんですけども、それ自体がですね、暴力を抑制したのではないというですね、ある種のジレンマを引き起こしています。そして特にですね、近代の中で考えていかなければならないのは、この人間の持つですね、人が人に対して持つ憎悪感情だけで、争いがですね、起こるわけではないということです。でこの、典型的な例をですね、一つ、反ユダヤ主義とホロコーストの違いとして説明をしたいんですけども、ヨーロッパの中にはですね、伝統的にユダヤ人に対する、反発的な感情、批判、なんていうかな、差別的な感情というものがですね、こうやっぱり ありました。ところがそういうユダヤ人を見てですね、それに対する差別感情だけで、今ですね、600万人とも言われているですね、ユダヤ人たちの大虐殺が起こるかというとですね、そうではないわけです。むしろ問題はですね、人が人を憎いと思って大規模な暴力が発動したのではなくてですね、むしろ無関心が大規模な暴力のですね、引き金になっています。つまり、近代国家がですね、成立していく中で、人間のですね、道徳的な、いわばその判断をですね、麻痺させていく。そして、自分の隣にいたユダヤ人がですね、アウシュビッチに送られても、いや、あの人たちはもう別に社会からいなくなってもいいんだというですね、そういう道徳的な感覚を麻痺させていくような形で無関心をですね、作り出していく。
これがですね、最終的に大規模な暴力をですね、生み出していく、まさにシステムとなっていきます。ですから、まあ、このですね、世俗主義の起こり、発端のところでは、まあ、人間のですね、暴力性とか憎しみっていうことが問題になっていた。その人間が持つ、まあ、憎しみをですね、どう、抑えるかっていうことが問題になったんですけども、それとはですね、違うレベルの問題が、この近代以降ですね、立ち現れてきているということです。で、今ですね、今まで、ヨーロッパにおける、まあ、一つの取り組みの、まあ、なんていうかな、知恵、ですね、ヨーロッパなりの一つの、工夫と、それの、まあ、限界のようなことについてですね、お話を、してきました。私たちはですね、これやっぱきちんと見据えた上で、そこからですね、いろんな教訓を学んでいかなければなりません。で、日本の場合にはですね、それをどうしてきたのか。もちろん、明治期以降はですね、日本も、近代西洋のですね、システムを取り入れて、それをですね、修正しながら、やってきてるわけなんですけども、日本の場合にはですね、まあ、若干違うタイプのものがあります。で、これはですね、全く角度をですね、変えて、少しお話をしたいんですけども、人間のですね、動物に対する、まあ、暴力、こういう視点からですね、この問題を、ちょっと見てみたいと思うんですね。人の人に対する暴力、それがですね、どういうふうに現象化するかっていうことももちろん大事な問題なんですけども、人間がですね、この世界とか、あるいは動物をですね、どう見てるのかっていうことは、人間間にですね、非常に強い、関係を持っています。で、まあ、これはですね、科学技術が発展することによって、これは もちろん日本だけではなくて、かつて人間と動物が持っていたですね、ある種の対称性や均衡というものが、崩れて、いきます。これどういうことかというと、やはりその古代社会からですね、そしてこういう科学技術が発達する社会になる以前の社会においては、人間はですね、もちろん動物を食べてですね、生きなければならなかったわけですけども、そこにはある種のですね、人間と動物との間を、このバランスを取るですね、仕組みのようなものがまだ働いていました。で、これはいろんなですね、形で、見ることが、できますけれども、まあ、日本で言えばですね、アイヌの神話の中に、動物のと人間のですね、関係を語っている物語っていうのはたくさんありますし、それから日本昔話の中にもですね、動物が、人間にですね、語りかけたり、あるいは動物と人間が、結婚したりとかですね、そういう話っていうのはもうたくさんこれ出てくるわけなんですね。ですから、人と動物っていうのは会話をし、言葉を交わします。結婚し、場合によっては子供も生まれます。あるいは動物と人間がですね、まあ、仲違いする時もありますけども、仲間になることもある。そしてそういうですね、さまざまな物語を語り伝えながら、人間はですね、動物を犠牲にしていかなければいけない、動物を犠牲にしていかなければ生きていくことができないということをですね、知ってるわけです。ですから、動物の命を奪いながら、そのですね、痛みをですね、こう感じ取ることのできる回路というものを、人間の間と動物の間にですね、持つことがこれできたわけなんですね。ですから、命を頂戴するということ、それをですね、ある種その、まあ、なんていうかな、お返しするようなですね、儀礼というものが、さまざまな形で、存在をしていました。ところが、それがですね、まあ、近代科学の発展だけではなくてですね、社会がまあ、高度に産業化していく、あるいは資本主義化していく中で、動物はですね、人間と均衡の取れた存在ではなくって、むしろ人間のですね、資源になっていきます。人間が生きていくためにですね、の、まあ、いわばまさにここで家畜化です。動物はですね、家畜化されていきます。自分で、昔はですね、誰もが、自分の手でですね、動物を殺して、そしてその肉をですね、得ていく。ですから、その命を奪うということと、自分がですね、生きていくということの非常に密接な関係をですね、感じ取っていたわけですけども、今私たちはですね、スーパーマーケットに行って、牛や肉やですね、豚の肉を見てですね、もう綺麗にパッケージ化されたものを、ただ見るだけで、そこでですね、痛みを感じる人なんてまずいません。スーパーにいてですね、
牛肉、豚肉、鶏肉があって、私たちが見るのはじーっと見てですね、あ、こっちの方が安いわ、こっちにしようとかですね、あ、こっちの牛肉の方が美味しそうやっていうことでこっちにしようっていうですね、そういう感覚で肉をですね食らってるわけです。何の痛みの感謝、気持ちもないし、それに対する感謝をですね感じることもない、安かったら得したっていうですね、そういう感覚ですよね。ですから動物に対してですね、もう家畜化すること、そして動物が自分たちの犠牲になっているということを見ずにですね、何の痛みも感じずに私たちは自分たちの生を生きながらさせています。でこのですね感覚が発達していく中で、人間が人間をですね家畜化するっていうことも同時に起こってきています。これは、植民地化、そして、奴隷制度、奴隷化っていうこととですね密接に関係がありますけども、人間をですね動物と同じように見た時代があったんですね。西洋人たちは自分たちの世界以外の人間をですね動物のように見ました。そして動物なんだから、それは家畜化してもいいわけですよ。ですから家畜のごとく、扱い、労働力として扱い、そして気に食わなければですね、それはもう殺していく、そういう形でですね、人間が人間を家畜化していくという、近代以降の植民地化、奴隷化のですねプロセスと、このですね問題というのはやはり連動しています。ですから、人間間、人間の持つ暴力性ということと、人間がですね動物に対してどういう感覚を持っているかということは非常に深い関係にあるわけです。で日本においてですね、そういった人と動物の間をつなぐ回路、あるいは人間が持っている暴力性ということを認めながら、それをですね、うまくこう調整するような回路っていうものがやっぱりいくつかあるんですけども、その一つがですね、この動物供養ということです。これは今からいくつかの例を、示したいんですけども、山口県のですね長門高岩寺にある、これはクジラの過去帳なんですね。皆さんお寺の過去帳というのは知ってると思いますけども、亡くなった方のですね名前をこの代々記していくような過去帳というのがあって、この長門高岩寺ではですね、山口県は昔クジラのですねクジラ漁で結構栄えていたところなんですけども、取ったですねクジラをまさに供養するわけです。人間が亡くなったのと同じようにですね、このクジラの命をいただいたということで過去帳に記していく。そして人間と同じようにですね、これ南無阿弥陀仏と書かれてますけども、これはクジラに対する位牌です。クジラのですね、位牌というものを収めていくんですね。こういう形で単に肉を食らう、自分たちの生活の財産にするというだけではなくって、その命をですね痛みを持って受け止めていくっていうですね、工夫があった。今ですね、クジラというよりかは、クジラの問題は今も日本は引きずっていますし、イルカ漁の問題とかですね、いろんな問題がありますけども、こういう文脈の中でもね、理解する必要があります。それからこれはですね、ちょっと映像が見えにくいんですけども、ここにですね、真っ黒のヒグマがいます。ヒグマはですね、取ってきた時にすぐに殺しません。儀礼の中でですねヒグマの命を、奪っていく、これはアイヌのイオマンテというですね、儀礼なんですけれども、アイヌの人たちはですね、この狩りが中心の生活をしていました。そして、クマはですね狩りでの非常に 大事なタンパク資源になっていたわけなんですけども、クマのですね命、なんていうかな、体は自分たちが生きるためにですね、いただきます、丁重にいただきます。しかしクマが持ってるですね命、霊はですね神々の世界、神の世界にですねお返しします、お帰りいただきますということで、丁重なですね儀式をして、肉をいただき、そして、霊をですね、動物の世界、神の世界にですね送り返していく、こういうですね、儀式が長らくアイヌの中では大事にされていました。イオマンテというですね、儀式ですね。でこれはですね、ちょっとそれとはだいぶ違うんですけども、高野山にですねこういう塚があります。お墓なんですね。高野山の上にはですね本当に無数のお墓があるんですけども、ここにはですね、シロアリ安らかに眠れっていうですねあるこういう塚があるんですね。シロアリにですね安らかに眠ってほしい、
つまりシロアリのですね命を散々奪ってて、それによってビジネスをしてる人たちがいるわけですよね。これ誰かっていうとですね、日本シロアリ協会です。わかりますか？皆さんのお家の下にもですね、5年から10年に1回はですね、やっぱりシロアリ駆除のためのいろいろ自然とダメなんですよね。でシロアリを、駆除してこの人たちは生計を立てている。シロアリの命をですね奪うことによって生計を立てている。でもやっぱりそれに対して痛みを感じるわけですよ。シロアリのですね、まさにさっき言った暴力的なですね影響ということをちょっとでもやっぱ緩和したい、申し訳ないというですね、そういう思いがですね、シロアリの、まあ、供養塚というものをですね、作っています。まあこれは多分西洋人から見ればですね、なんて馬鹿げたことをしてるんだっていうですね感覚に見えるかもしれませんが、まあ、こういうですね本当にちっちゃなアリにすらですね、まあ、こういう供養の念を持ってるということですね。しかしこれで驚いていてはダメです。これですね、金塚っていうのがですねあるんですね。しかも京都です。京都の満州院っていうですね、今ちょうどもみじが綺麗でですね、たくさんの参拝客が、その道をずっと登ってると思うんですけども、この京都の満州院にはですね、金塚というこの塚があります。見えないですよ、金なんかね、生きてるのかどうかも分かんない。しかし金に対して、金をですねたくさん使って、それによってビジネスをしてるですね人々がいるんですね。これ誰が建ててるかっていうと、まあ、今ちょっと会社名は出しませんけども、製薬会社です。製薬会社はですね、さまざまな新薬を作るときにですね、いろんな菌を培養しては、それを、まあ、最終的には殺すっていう形でですね、まあ、製品開発をしてるんですけども、そういう菌に対する、まあ、ある種痛みと言いますか、申し訳ないっていう気持ちをですね、こう金あの塚の中で、まあ、込められ、まあ、これはあの定期的にですね、ここで供養のですね、あの儀礼をするそうですけども、まあ、こういうですね塚も、あります。でこういう形でですね、私たちは、まあ、西洋の文脈の中では世俗主義世俗化とか、政教分離というのは非常に大事なことなんですけども、まあ、日本にはですね、日本の文脈の中でやってきたですね、まあ、作法というものがやっぱあると、こういったことを、まあ、一つの比較としては、視野に入れておいていいかと思います。で、21世紀的課題の展望ということで、私たちがですね、まあ、今日のテーマである、まあ、心と体の問題ということを主な、なんていうかな、切り口として、どういうことをですね考えていくことができるのかということをちょっとまとめてみたいんですが、まあ、私たちはですね、今自分が持っている五感を使って世界がどうなっているのか、社会がどう変わっているのかということを判断しますが、実際にはですね、非常に科学が発達した、あるいは複雑化したですね、地球環境の中で、私たちのですね五感だけでは全てを捉えることができません。なぜならば、非常にミクロなレベルのですね生命倫理、遺伝子のレベルとかですね、そういった事柄も今私たちの課題になってきていますし、そして、当然あの差別の問題とかですね、身体の同じ等身大のですね問題、差別の問題、人権の問題もですねもちろんなくなってはいません。そして、私たちのですね五感をはるかに超える形で展開している、例えば二酸化炭素の濃度のですね上がり下がりとかですね、オゾン層がですね大きくなったのか小さくなったのかっていう、絶対私たちの五感では捉えることができない、そういう環境の問題までですね、ミクロから等身大、そしてマクロなレベルまでですね、さまざまな問題を私たちは抱えています。ですからこういうですね、私たちの身体能力で捉えきれない部分はですね、やっぱり科学的な測定によって、やっぱり判断していかざるを得ないわけですね。はい、でまずですね、最初 の生命倫理のレベルに関して言うならば、やっぱり体の問題、これはですね、つい最近あの名古屋で生物多様性に関わるですね、国際条約、国際会議が行われました。で一定のですね、あのステートメントをこう出したんですけども、これからですね、まあ、遺伝資源、生物多様性というものをどうやって維持していくのか、活用していくのかっていうことがですね、非常に大きな問題になっていきます。でこれまではですね、近代科学の主な対象というものは、自然界の中からどうやってですね、人間に必要なエネルギーを抽出していくのか、それは石油エネルギーであったり、まあ、太陽エネルギーであったり、原子力エネルギーであったりとかですね、自然界からエネルギーを抽出するっていうことにですね、目を向けてきたわけです。ところがこれからの科学っていうのはですね、この
遺伝子のレベルとかですね、生命現象あるいは人間のですね、この体そのものが科学のですね、やっぱ対象になっていく、まさにバイオテクノロジーのですね、時代というものに21世紀は入っていきます。ですから科学の対象というものは外なる自然から内なる自然へとですね、この変わって徐々に変わっていく。もちろん外の自然、外の自然としての、意味を、ね、持っていますけども、よりですね、注目されるべきポイントが、内なる自然へと、移っていくということです。ですから、まあ、こういうですね、時代の中で私たちは、まあ、どういうですね、その身体感覚を、まあ、持つべきなのかということも、まあ、同時に問われていくことになります。それから、ここがですね結構厄介なんですけども、社会倫理のレベルでいうとですね、まあ象の身体化ということをですね、まあ、短くまとめるならば言うことができると思います。特に、まあ、9.11 条ですね、先ほど取り上げましたけれども、9.11 によってですね大きく変わったこといくつかあります。特にアメリカ社会においては、アメリカはですね、さまざまな民族をですね迎え入れ、そしてさまざまな宗教が共存するですね、寛容な社会形成を目指してきたんですけども、9.11 以降ですね、アメリカの寛容度っていうのは一気に下がりました。それは未だにですね回復されていません。そして 9.11 がですね起こってから9年目の 9.11 を今年迎えたんですけども、今年の 9.11 はですね特別な緊張感を持って迎えられました。2つ大きな原因があったんですけども、1つはですね 9.11 の跡地であるグラウンドゼロのですねすぐ近くのところにイスラミックセンターがですね作られる予定です。そのことをめぐってですね、そんな 9.11 のですねすぐ近くに、そのイスラミックセンターを作るなんていうことは犠牲者に対する冒涜である、その計画を撤回せよっていうですね、抗議運動が非常に強く起こりました。それに対して、いやそういうですねイスラミックセンターを作ってアメリカのですね寛容度の高さを示すことこそがテロリストに対する最大の防波堤になるんだ、アメリカの寛容度をですね今こそ高めるべき時なんだっていう形で、反対のですねそれに対する反対の論、つまりイスラミックセンターをですね擁護する論もあって、その2つがもう激しくぶつかり合ったんですね。でそういうですねアメリカ全土を巻き込むような議論があるさなか、この人です、これバーンコーランデイっていうですね、コーランを燃やせっていうですね、まさにこの人は 9.11 に合わせてコーランを、燃やすですね計画を立てたフロリダのですね、牧師がですね、います、まあ、この人はですね、まあ、名前はまあ、いいでしょう、フロリダのですね、まあ、非常に保守的な僕キリスト教の牧師なんですけども、彼がですね、まあ、こういう日を設定して、まさにその既に始まっていた議論のですねの火の中に油を注ぐような結果になりました。まあ、これがですねやはりあって、まあ、大きな問題になった。最終的に彼はもう撤回しましたけれども、やはりアメリカの中でイスラムの問題あるいはイスラムフォビアと言われるですね、そのイスラムへの、この差別感情というものが、ただならぬ大きさになっているということがですね、まあ、この件からも、理解できたわけです。でこれはですねアメリカだけではなくて世界的なスケールでですねイスラームの本質化っていうものが進んでいると思います。つまりイスラームとはですねこんな奴らだ、特にですねイスラームが暴力と結びつかれるですね形です。で本質化っていうのはもっと違う言葉で言うならば単純化っていうことです。実際にムスリムはですねいろんな人がいるはずですよ、いろんな人がいるんですけれども、ムスリムとはこんな連中だ、簡単にですね暴力に手を染める連中だっていう形で多様性をですね見ないで非常に単純化した形でイスラームをですね理解しようとする、そういうイスラームの本質化っていうものがやはり、広まっているように、まあ、思います。まあ、これはまあ、ホロコーストの時代におけるですねユダヤ人の本質化っていうこととも、まあ、かなりリンクする、現象ですね。ですから私たちはですね、その例えば今イスラムに向けられている憎悪感情や敵対意識をですねどうやったら緩和することができるのか、こういったことをですね世界的な課題としてもちろん持っています。ただですねここで私が、まあ、一つ言いたいのは、先ほども京都のですね事例を触れました、たくさんの宗教指導者が来てですね宗教がですね平和を担うべきだ、そして寛容をですね、広めるべきだということを言うんですけど もうこのキャッチフレーズはですね残念ながら私はもう聞き飽きました。もう寛容をですね、大事だなんて言ってもですね
何にも問題解決にはなりません。もうこういうことをですね言い続けている以上、もう宗教に対する評価というのはもう落ちていくしかないと思うんですけども、もうそういうですね寛容が大事なんだということはもちろん当たり前です。それはですねもちろん大事なんですけども、むしろ大事なのはですね、こういった憎悪感情や敵対意識を生み出していくような排除の力学というものがどういう形で作動しているのか、機能しているのかということをですね、やっぱきちんとやっぱ分析していく必要が、あるということです。で、そのことのためにはですね、これまで、キリスト教世界を中心に西洋がですね持っていた、世俗主義、政教分離というものを単純に当てはめるだけでは、この種の問題をですね、解決することはできません。これが今フランス南部で起こっている問題なわけですね。でそういう、いやお前の考えてることはですね外に出さないで、お前の心の中だけに収めようという形で言うだけでは、結局その違い、価値観の違いというものを終焉化していく、あるいは見えなくすることによって社会の断片化をですね招いていくだけであろうというふうに、私は、思います。それから、ちょっと時間の関係がありますので次ですね移りたいんですけども、環境のですねレベルの問題です。環境倫理の問題なんですけども、動物や自然が持つ身体性あるいは痛みのですね認識というものがやはり21世紀には求められていくだろうというふうに思います。動物もさらに広く考えるならば、自然界自体がですねある種の体のようなものを持っています。これまで、私たち人間はですねそれを、あたかも道具のようにですね自分たちの都合の良い時にだけその欲しいままにですねそれをこう奪ってくる、収奪するっていうことに、慣れてきたわけですけども、そういう、かつてあったですね動物と人間の間にあったようなこの痛みの回路というものをですねどうやったら回復していくことができるんだろうかっていう問いです。で、ご存知の通りですね、地球温暖化が進んでいくと、生物の多様性というのはどん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 損なわれていきます。氷が溶けてですね、例えばこのシロクマなんかが住んでいる生息地が奪われていって最終的にシロクマがですね絶滅するだろうっていうふうにですね言っている科学者たちも、います、そういうですねもう住む場所がない、食べるものがなくなる、それを、生み出しているのはですね人間の中にかなり大きな原因が、あるわけなんですけども、まずは、ですね人間様が大事だということでなかなか痛みっていうものをですね私たちは感じないで今まで来ているわけなんですけども、現代社会はですね基本的に痛みを排除する社会です。これ当然ですね人間として生きていれば痛いことよりですね痛くないことの痛みをですねがない方がいいに決まってますよね。しかしそれを徹底して排除するわけです。痛いところですね、痛みの現場は見たくない。だから食べるものはですねもちろん欲しいけれども、その食べるですね動物たちが死ぬ場所に対してはですね私たちは見る必要はない。だから全部はですねパッケージ化された製品として目の前に運ばれてきてそれをいただくだけであって、基本的にはですね、痛みの場に居合わせたくない、できるだけ痛みをですね排除していく、無痛社会ですね、痛みをなるべく失っていく。ところがもし人間がですね私たち その個人の身体質もそうです、痛みを感じないですね体になってしまったらこれはもう大変ですね。痛みを感じるからこそ、外界とのですねリアクションができますし、あるいは病原菌が入ってきてもですね、そこに人間の免疫反応がですね免疫システムが作動して、違うものをですね排除したり病気を治そうというふうにするわけですけども、私たちはですね痛みをこの排除して、やってきました。しかし、これからですね本当に生物の多様性を維持し、最終的にはですね人間自身が人類自体がですね生き延びていくためには、もう一度ですね自然界動物との痛みの回路というものを何らかの形でやっぱり回復していかなければ、本当に取り返しのつかないところまで行ってしまうのではないかというふうに思います。動物自然の身体性っていうねこれはちょっと荒唐無稽なことを言ってるかのように聞こえるかもしれませんけども、身体というレベルではですね人間も動物もさほど大きな違いはありません。人間は頭でっかちになってるだけでですね、身体機能としては極めて動物的な存在ですので、そういうですね連続性の部分をですねもう一度考えていく必要があると思います。最後、もう一度ですね今まで、述べてきたことを、振り返ってみたいんですけれども、宗教はですね暴力を助長しているのか、宗教こそがですね、何か戦争や紛争の原因を生み出しているんだから、もはや地球上からですね宗教なんてなくなってしまえばいいんだという考え方はですねこれよく聞きます。ところがこれはやっぱり単純すぎる見方ですね。
宗教はやはり人間と非常に深く関係がしています、あります。平和を生み出すのもですね、暴力を生み出すのも結局は人間なわけですけれども、宗教のですね、一つのやっぱり有用性というか大事さというのはですね、人間が持つ両極端をですね、見極めるレンズの役割をやっぱしてくれているということです。多くの犠牲を払ってですね、平和を生み出していく、そういう力もですね、宗教の中にはあります。ところが、おぞましいほどのですね、欲望あるいは憎悪、そういったものをですね、引き起こす力にも宗教は確かになってきてるわけですよ。ですから人間が持つ希望の部分とですね、人間が持ついわば闇の部分っていうかな、その深い深い欲望の部分、そういったものをですね、やっぱりきちんと合わせて見ていくためにはですね、やっぱり宗教を、やっぱ客観的に見ていくですね、この視点っていうものがですね、とても大事になっていきます。単純に宗教を否定して済む問題ではありません。そして、例外状態をですね、注視するっていうことですね。これは例外だからっていうことで、それを排除して自分たちだけセーフティーゾーンの中でですね、居心地よく過ごすことを求めるんじゃなくって、その例外状況っていうものが、状態というものがどういう形で起こっているのか、何がですね、それを維持しているのかっていうことをやっぱり考えていく必要がありますし、その例外状態を生み出したいわばホスト社会ですね、それとのやっぱり関係というものをきちんと考えていく必要があります。私たちの今の社会は、比較的安定した平和な世界のように見えますけども、もちろんですね、一旦ことが起これば、これは朝鮮や北朝鮮やですね、中国との軍事的な関係だけではありません、これからですね、地球温暖化がもっと深刻に進めばですね、今あるような農作物を私たちが安定してですね、供給される、あるいは飲み水をですね、供給されるっていう保証はありません。食べるもの、飲むものがなくなったようなですね、なくなるような例外状況が、例外状態がですね、これから10年20年先にですね、やってこないという保証はないんですね。ですから、そういう例外状態をですね、やっぱり注視していくということは非常に大事です。それから暴力の起源とともに、暴力のですね、近代性を洞察することは極めて大事です。起源についてはですね、最初に申し上げましたけれども、その暴力のからですね、解放していく力、これを宗教は持っていると同時に、暴力、宗教のですね、根源的な暴力性に対しても目を向けるべきだということを話をしました。ここの部分はやっぱり大事だと思いますね。ところがそれだけではなくてですね、まさに、その人間のですね、無関心がをですね、起点になって発動していく近代的な暴力性というものがですね、あります。これは、第一次世界大戦以降ですね、戦闘機、それから戦車のようなですね、大量破壊兵器が導入されました。遠いところからですね、弾丸を撃ち込むことができるわけですよ。痛みを感じずに、そして相手を憎むことなくですね、大量の命を奪うことができる、そういう時代にですね、私たちは入ってるわけです。ですから今のですね、近代兵器というのは基本的にボタン一つでですね、どこにでも飛んでいきます。そういう無関心の中でですね、発動する近代的な暴力性というもの、私たちの無関心というものをですね、どうやはりこう変えていくのかということがですね、非常に大きな問題になります。それから政治、科学、政治、宗教のですね、インターフェースをどのように機能させるのか、こうインターフェースっていうのはパソコン的なですね、ちょっと用語なんですけども、例えば昔のパソコンであればですね、フロッピーディスクにですね、なんていうかな、記録を取った、そしてそれがですね、現在であれば、USB メモリーですね、例のですね、大きな問題は YouTube にですね、載った動画は USB メモリー経由でパソコンからパソコンへと移動したんですけども、そうですね、インターフェースっていうのがそれぞれ違います。宗教がですね、持ってるインターフェースが昔ながらのフロッピーディスクで、科学が持ってるインターフェースがですね、最先端の USB であればですね、これ交換できないですね。データも情報もですね、交換できないと、こういうですね、インターフェースの機能不全というのはですね、非常に大きな問題を引き起こします。ですから、そういう科学、政治、宗教がですね、もちろん今は機能分化しています。独立したですね、領域を持っていますけども、相互にですね、どうやっぱり環境をですね、していくことができるのかっていうですね、その連携の部分ですね、ここをやはり、きちんとですね、見ていく必要があります。機能分化して、それぞれが複雑化すればするほど、それらをですね、きちんとやっぱり聴感できる、関係づけるですね、視点というものが必要になってくるでしょう。
それから、生物多様性と人間の暴力性の、まあ、認識ですね、最後に増えたことですけども、自然世界と人間とはですね、今大きく確かにかけ離れています。人間はですね、人間の欲望の欲しいままに自然世界から、のですね、資源を奪っているわけですけども、そういうですね、現実をきちんと見据えた上で、同時にですね、まあ、連続性への、まあ、連続性ということもですね、合わせて認識していく、そういうですね、人間と自然世界との連続性ということは、今後のですね、大きな課題の一つになると思います。はい、それでは、私の話はこれぐらいで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。